もう本当にあの成人式、今日ね本当成人式ということなんですけど、なんかまあ僕個人的なんですけど、今月でまあ25になるんですけど、もう5年前だよね、谷ちゃんも25なんで、もう5年前の出来事っていうのもなんかあっという間のような気がするんだけど、そうね。ちなみに俺は成人式はちゃんと、ここにいらっしゃる皆さんと同じように、優秀な子だったんで、ちゃんとこうあの地元のねあの式典に参加したわけなんですけど、ちょうど俺があの成人式迎えた時もすごい雪で、だからなんか今日ちょっと車で来る時に懐かしいなと思ってね、5年あっという間に過ぎちゃって、まあ20歳過ぎるとね、別に脅かしてるわけでもなんでもないんですけど、すごい時がこうさーっともう男も女も早く過ぎていってしまうんで、だからなんかまあ20歳になったということでね、これからどんどん皆さん人生でどん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 活躍すると思うんで、どんどん頑張ってほしいと思うんですけどね、もうあっという間で本当に今日おめでたい時にね歌えて嬉しいんですけど、次の曲はあの新曲をぜひやりたいなと思うんですけども、次の春ぐらいに新曲、僕たちの新曲をリリースできると思うんですけども、その中にも収録予定の次の時間旅行という曲、じっくり聴いてください。She's